自撮り棒来ました。はい、これね、アマゾンでね、頼んだらね、即日、自撮り棒がやってきました。ってね、あ、それはいいのですが、昨日ね、私、夕方ね、あのー、動画アップロードしたんですよね、ニュースのね。そうしたら、なんと、<laughs> 音が入ってない。<laughs> マイク設定が初期化されていて、あの、音のない動画を <laughs> 作ってしまい、 で今日はね、リベンジですね。はい。昨日ね、お伝えしたかったこと。今日はね、前座なしでね、いきなり直球勝負いきたいと思います。はい。えー、私の関心事はこの方。<laughs> 4月9日に文芸春秋のオンライン映画が出てから、私の心はあのこのニュースに釘付けで <laughs> あります。で、今日もね、この小池百合子くんの学歴詐称問題。 えー、再燃についてね、見ていきますね、はいあ。その前にね、ちょっとね、お知らせで、今日は10時からね、はいえー、朝この動画を見ていってくださった方は間に合うかと思いますが、えー、10時からスペースを開催しますので、ご、はい、時間ある方はぜひ遊びに来てくださいで、はいえー。今日もね、このキレキレのね、日刊現代さんの 事からね、学歴詐称疑惑。はい、これね、ね、この記事で、ポイントになることをね、お話ししますと、はい、小島敏郎さんがね、えー、考えていらっしゃること、はい、これから、えーね、何を計画されているでしょうかでね、で、小島さんは12日の定例会見ね、で、 うん、このね、あの、あ、これね、同日、ゆりコも会見やっててね、今ここに目がいっちゃったの。<laughs> ゆりコくは当然、学歴詐称疑惑を、えー、否定してます。はい、えー、50年間否定していらっしゃいますね。で、かたや、えー、同日、記者会見をされた小島さんはね、あのー、記者会見の中でね、 証拠保全ということを、ね、おっしゃってました、はい、リーガルチェックもし、えー、ジャーナリスト、A さんと、えーあのー、相談しながら、えー、証拠をいっぱい、あのー、春秋にも出してますよね、はい、でそれらを改めて、えー、保全しています、この保全する理由は何、えー、でしょうか、はい、これは証拠保全といったらね、この小島さんはあの弁護士でもあり、 今後の,あの刑事告訴とか、えー、訴訟を視野に入れているのではないでしょうかということが最後の方で分かってきますでこの日刊現代さんの、ね、記事は、ね、あの主にあの小島さんの記者会見の様子をコンパクトに、ね、まとめたものでもありますでこの12日のさゆり子の定例記者会見のもう記者はもうみんなへっぴり腰。 なんでまた突っ込まないんだっていうね、あのー、なんかそんな感じだったよね、あの、ゆり子が否定すれば、あ、そうですか、ありがとうございます。<laughs> もっと突っ込めよっていうね、ことをね、言いたいもどかしかったのが、ゆり子の定例会見ね。で、かたや、あの、小島さんの記者会見はね、あの、記者のね、質問も、周逸っていうのは、小島さんがきちんと、 あの答えてくださることを記者さんたちも分かっているのでもう質問の内容が、ね、あの深い、はい、そんなこう見応えのある小島さんの記者会見30分を私もあの YouTube で見ていましたけれども小島さんは、ね、あの青学であのゼミの、ね、っていうか大学でも教えている人なんですよね。 で学生たちと一緒にそのゼミをやってそのゼミの中で小島さんがあの学生たちに伝えていることはあの社会不正を見逃してはいけないということを普段小島さんはあの学生にもあの言い聞かせているのでだから自分もねこの不正に気づいてしまったらそれを見なかったことにしてはいけないという思いで今回の告発をされているというお話もね 記者会見の中でされてましたであとはねやっぱり大学の先生をやっていると普段からあの学生にあのどうやったらあの伝わるかとかねどういう言葉とかどういう順番でお話をしたら相手に理解してもらえるかなっていうこの工夫をね常にされているんだなってことが分かるように記者からの質問に対しても。 記者があれっていうね、ちょっとよくわからないっていうことを言うと、あの話を戻して、その人のレベルに合わせて、こうリ,リズムで説明をされていくというね、この小島さんの記者会見とこのゆりこくんのねああ、鮮明には覚えていませんね、とか <laughs>。 対応のね、違いがね、よくわかりましたというね。でね、小島さんはね、このゆり子くんのね、うんこの答え方に関しても、えー、これ、役人がよくやる答弁方法ね、えー、官僚がよく使う方法ですよ、とね、ばらしちゃってましたね、あの。 自分の,あの記者会見の中でね、ユリ子がこの鮮明,を覚え鮮明には覚えていないと答えた、えー、この質問は何だったのかというと、小島さんの提案があったかどうかについて、はい、これはユリ子が2020年に、あのー、東京都知事選の前に、5月の末にね、 女帝が出てしまいましたね。はい。えー、カイロ大学出てない <laughs>。という、あのー、同居人からの告発本ですよね。えーまあ、まとめたのは石井太子さんというジャーナリストですけどね。で、でそれが出ちゃって、青ざめた百合子が、えー、どうしようっていうね。 あの、この卒業を、えー、証明しなさいと議会からも言われているし、えー、都知事選にもそろそろ出馬しなくちゃいけないし、えー、この事態をどう収集させようかと、小島さんに相談してたわけですあの、呼び出してね。2020年当時ね。で、そこで小島さんが、えー、それだったら卒業しているのであれば、えー、カイロ大学の学長から、 あの証明書とかねそういうのを取り寄せればいいのではないですかで急ぐんだったらとりあえず PDF で卒業証明書もらえばいいのではないですかと小島さんが提案したことそれについてそ,れその提案はあったのかどうですかと聞かれてはいだからイエスかノーで答えればいい質問なわけなのに えー、鮮明には覚えていませんね。<laughs> で、真正面から答えず疑問が残った。で、この会見について、小島さんはね、鮮明には覚えていませんね。は、嘘はつかないが、本当のことを言わない役人がよくやる答弁方法ですよと、もう一瞬にして見抜いちゃったってことね。だから鮮明には覚えてないですねっていうのは、これ嘘にはならないよね。 でも、小島さんの提案がなかったとか言うと嘘になっちゃうから、で、自分の定例会見の様子を、小島さんも A さんも見ている <laughs> ということは、重々承知なわけなので、う嘘,、ね、嘘をつかないように、でも本当のことは言えないから、この役人手法をね、えー、覚えていません、えー、記憶にはありませんというね。 えー、これを言ってたんですよというね、この小島さんの解説が、えー、面白かったで、はいじゃあ、ゆりこくんはね、今後どうするでしょうか、またこのね、学歴詐称疑惑が再浮上して、また4年ぶりのピンチに陥ってしまったこうゆり子くんが今後、取るであろう行動は、えー、もう国政は諦めたね。 うん、これはね、やっぱりこの問題が、この記事が出てくること、知ってたんでしょ。うん、だから二階君の後ろ盾がなくなっちゃったとか、そういう理由ではどうやらなさそうという人が多くなってきたかな。うん、だから国政復帰はもう無理、またやいやい、やいや、あの言われちゃう。で、じゃあ知事だったらまた切り抜けられんじゃないかなって考えてるよね。だから多分 えー、基本路線はこっちでしょうとね、都知事賛成を目指してくるでしょう。で、もう4月の15日でしょう。で、都知事選の投開票日が7月7日で、えー、もうそろそろ出馬表明する人出てくるよね、都知事選でもね。もうさ、28日の補選どころじゃなくなっちゃったね。<laughs> もう都知事選注目。で、 でゆり子が今ピンチだから都知事選どうしようかなっていう人も、えー、ちょっとあの出ぶってた人ゆり子が出てくるんだったらやめとこうかなって考えてた候補者も意気揚々と出てくる可能性あるよね、うん、あとはあの N 党でも立花隆君も都知事選にあの擁立するって言ってるよねであとはもう前からあの 都知事選の候補者擁立委員会みたいのももう前から動いてて、候補者はもう上がってきてるわけで、ね、で、その中でですよ、はい、今後ね、誰もが注目するね、政界関係者だけでなく、誰もが注目するね、ことは、ゆり子くんが都知事選の時に選挙候補に回路大卒を 出すかどうか <laughs>。これが、この一定を、周囲は注目しているというわけですね。はい。で、書いちゃうと、この公職選挙法違反の虚偽事項公表罪に当たります。ここは、小島さんが発言ね。で、だからこれをもう何度も繰り返してるよね。だって議員もやってたでしょ。 で、都知事選にも二度出て、この選挙候報に、あのーで、出してるでしょで,でもそれはもう、時効が成立しちゃってる。3年だからね。で、でですよ。だから問題は次の都知事選で、えー、書いちゃうと、もうこれ公職選挙法 <laughs>、あのー。思いっきり抵触してしまいますね、というね。で書くのか書かないのか。 はいえー、行くも地獄、行かないも地獄 <laughs>、えー、書,け書けば犯罪だし書かないとあやっぱ出てないのねってことに <laughs> なっちゃうよね、はい。で、この選挙方法が、ね、どういうものかというとね、ここに説明してある候補者の経歴や政権などを記載したもので選挙の際に有権者の世帯各保に配布される。 でなんか来るよね、選挙前にあの新聞紙みたいので、有権者の写真とかこのプロフィール書いた、あれがあの選挙広報っていうのね。それはだから法律上配らなくちゃいけないから、それが各個に配布されるというもので、有権者に候補者のことを知らせる重要な媒体です。で、その選挙広報がどう作られるかは、あの、 自治体ではチェックしないとね。だから候補者が原稿を出します。はい。私はカエル大学卒業してますとかね。で、それをあのチェックはされないでそのまま載せるから、だから書いた人がこの公選法違反に問われるというものですね。この学歴、詐称をね。で、だから小池くんは今後、あの選挙ね、都知事選だろうが、国政選挙だろうが、 出馬するんだったら、この選挙広報の、この原稿を出さなければいけないっていうね。で、そこにまた、回路大卒と書いちゃったら、刑事告発するのですか。はい、ここで、えー、超重要な質問が出ました。はい、これは小島さんの記者会見でね、次の選挙で小池くんがまた回路大卒と書いたら、小島さん、 告発しますか、はい、でこれに対して小島さんはなんと答えたでしょうか、はいえー、それを見る前に <laughs> 引っ張るの会みたいなねこの選挙候補ってあのこういうやつねちょっとこれを大きくしていくとね、はい、ここで、えー、前回はこのカイロ大学卒業って書いてますねでもこれ時効成立しています、えー、じゃあ、えー、カイロ大学入学って書こうかしらとかね 「カイロ大学2年次編入ってえ書こうかしら」でのね私ある人のねあのー、手記を見てねこの百合子くんの学歴詐称を2020年も前から調べている人は怪しいって思っているのは郷原さんともう一人の人がいてその人のね古い手記を読んでみたらあの入学さえしてないんじゃないかってね えっていうのは、ゆり子はあの女帝の中では、あのカイロ大学にあの2年に編入してもらったって書いてるのね。で、2年から3学年への進級試験に落ちちゃったから、うんもう諦めて日本に帰ってきた。で、その編入ができるのかっていうねうん、その記事を書いてる人がいて、だから編入するってことは、その前の,あの大学の単位を、 カイロ大学が認めてくれるから2年から入れるっていうその特別扱いしてくれるわけでしょ。で、ユリコくんはあの関西学院大を1年未満で退学しています。だからそもそも大学の単位日本でね、なんか取ったのかなっていうのも疑問だし、それは置いといてカイロ大学は他の大学の単位を認めない。 はい。それがね、はっきり書いてありました。どこの大学、えー、出てきても、それはうちの大学以外の単位は認めないから、えー、編入っていうのがそもそも、それ成り立ったんですかっていうか、入学してたんですかという疑問すらあります。いや、じゃあ私は、じゃあ編入をさ、認められてないんだったら、私はじゃあ、超高生として、 えー、大学の授業出てましたとかさそう,そういう話になるのかなじゃあ、長考生として大学行ってたけれどもカイロ大学首席で卒業したとか言ったらふざけろって思う <laughs> 言われるよね。高生が 卒業できるわけないよね。はい。なので、この卒業疑惑だけではなくて、あの入学疑惑もそもそもあるという話からの、はい、さっきの、えー、続きね、はい。えー、もし、ゆりコが次回の、えー、都知事選挙ではね、もう国政出ないみたいだからね、で、選挙広報に回路大卒と書いたら、えー、刑事告発しますかと聞かれた小島さんは、 はい、最終的に、えー、裁判所で決着をつけなければいけない時のために証拠を保全していると答えましたこれ Yes かノーの答えにはなっていませんがでも証拠を保全しているということはこれも裁判の準備をしているということは明白だからつまり小島さんは刑事告発するのかの問いに イエスと答えたということでしょうね。最終的に <laughs> 裁判所で決着をつけなければいけない時のために私は、えー、証拠を保全してそのリーガルチェックをして、えー、なんか証拠のことをね、すごく詳しくね、あのー、答えてましたね。記者会見でね。ああ、やっぱり弁護士だなっていうね、あの、専門的な答え方をしていました。で さあゆ,ゆり子く,くんどうするねカイロ大卒と記せば刑事事件だよね刑事事件として告発されて、えー、それから、えー、と裁判になっていくよねでその時のための、えー、証拠は小島さんがきっちりと保全していますで、えー「記さなければあれやっぱ出てなかったのえー、なんで今回カイロ大卒って書かないの?」って。 そこにまた注目が集まっちゃい、自ら疑惑を認める形となってしまいます。さて、えー、小池都知事はどうするのでしょうか。ちょっとね、ちょっと楽しすぎちゃってね。はい、で、これがね、昨日お話しして、えー、音声がなかった <laughs>、えー。今日は大丈夫だよねで。あとはね、前座、もう前座でなくなっちゃってるけれどね。 ちょっと気になってたニュースね、この、ね、目黒区のね、区長選にね、誰が出てるか。で、あの自民党はさ、この裏金問題を気にして、えー、東京、10国にも立てなかったり。 まあ東京中国はちょっと自民の不祥事が続いちゃった特別な選挙区っていうこともあるけれどなんか自民党として選挙あの候補者立てにくい状況になっちゃってるでしょでもそういう中でこうさ、目黒区長選とかちょっと注目度が低いところではね、ほら自民推薦の候補がしれっと立候補してんだよね。 こういういのを、ね、見張らないとね、この国民民主とかね、都民ファーストとかね、あのー、こういうのがさ、あのー、目黒区長選だったら目立たないかと思ってるかどうかね、出てる、で、ほら、都民ファーストのこれ伊藤優君ね、この人の応援演説に、また玉木と百合子が来てんだよね。で、この伊藤優君は、目黒区長を目指す、 コミンファーストの会ってことはどううなんでしょうねいろいろ百合子の秘密を <laughs> え知ってるのか知らないのかねだから千代田区長とかあとは江東区長も百合子の手下がなっててどうやら百合子のいろいろなえ過去を知っているらしいまたはあの隠蔽工作に加担させられちゃった人がなぜが出世して。 千代田区長とかなっているところを見るとこの伊藤優君って人もどういう人なのかなっていうね、うん、分からないけどちょっと気になっちゃいますねというね、はいえー、余計な心配をしちゃいますねという問題からの、まあ、問題かどうか分からないけどあとね岡山県倉敷市の市長選挙も告示されてここね現職が1人しか立ってないっていうんだよね。 でもね、この倉敷市って、これ中核市くらいのね、人口がいる30万人以上いて、この今の現職のこの伊藤市長さん57歳が、一人しか立ってなくて、なんか寂しいねっていうか、まあ、この人がね、今4期もやってきて、まあ、倉敷市のさ、 あのどうなってるんだろうね、暮らしやすくなってるんだったら、うん、こ,うこの人がまた続けてやってもいいかと思うのですが、市議選にはね、2名のところ7人が出てるからね、はい、ここ、選挙戦になるけれど、これ、伊藤さんは何、市長選は1人しか出てないと、無投票になっちゃうのか、でも投開票はするんだろうね、あの最低得票数とか、 満たさなななくちゃいけないけってことなのかね、えー、岡山の倉敷市長選はちょっと寂しいですね。でも大変だったんだよね、ここで、ね、あのー、ここのさ、あの豪雨でさ、真備町とかがあの大変な被害が出ちゃったで、で、その中でも、その真備町の復興とか、子育て支援に取り組んできたこの伊藤さんは、えー、信頼されている人なのかね。はいで これね、倉敷市長選もあるし、あとはね、この人ちょっと見ていこうかな。あの、N 島からね、中国の補選に出てきた福永勝也え弁護士ね。この人ね、あの、堀江本とかユタポンとかのね、弁護をして有名になった人なんだよね。あの、ユタポンってあの、ほら、学校行かないね。 <laughs> あの男の子ねの何の件だったっけなあここねあネット上の誹謗中傷ね今こういうこういう問題多いよねでこれで悩んでいた堀江貴文さんやユタポンあとハーチューラハーチューさんっていうのねちょっとハーチューさん知らないんだけれどでこの人たちの今力になった弁護士だからなんかこう 実力ありそうな人なのかなってね。えー、でも、エベレストに選挙期間中はエベ,エベレストに登っていて衛星つ中止、衛星通信でこう選挙戦をするのがちょっとユニークな人なんだよね。でね、この福永さん、福永弁護士が発言がね、 面白いこと言ってんだよね。あの、今日のニュースでもあったけどね、いかがわしい人が活躍できる社会 <laughs> があってもいいじゃないか。これ、いかがわしい人ってこれ <laughs> だ、だれ、誰この言葉の選び方はどう、どうなんだろうっていうね、なんとなく言いたいことはわかるけれどね、これガーシーのこととか言ってるのかなうん、だから逮捕されちゃった人でも、 また復活できる社会がいいっていう意味で言ってるのかでもそれ,それを「いかがわしい人」って言っちゃうといかがわしいよね <laughs> っていうかねちょっとこの言葉の選び方は、うん、面白い人だなとね、はい、<laughs> だから東京中国はこの福永弁護士が出てきて、えっとね、9名ね「はいえー、もう明日が告知だから」 これ以上は出てこないでしょう。<laughs> ゆり子が出てきたらびっくりするけどね。はい。で、最後ね、このね、松添さんのね、はい、問題意識も、えー、やはりあのー、小島さんと同じでしたね、というね。はい。このね、カイロ大学卒業云々は、別にいいしゃんもカイロ大学も認めてるんだし、えー、ゆり子くん人気があるから、 別にこのまま都知事やらせてあげても、一生になってもいいじゃんみたいな人はいるかもしれませんが、問題ね。はい、それは、この問題意識はね、舛添君と小島さんのね、問題意識はね、ここだったっていうね、そこをね、最後にね、説明していきたいと思います。 えー、だから、ェイさんはこの40年も前に百合子と知り合ってね、一時期はまあ婚約者みたいに言われていた時期もありますが、どうやら百合子がふ振られちゃったみたいなね、ェイ君は途中で百合子の嘘に気づいたのは、 あのね、私、主席卒業っていうのはね、あの、生徒が一人しかいなかったから、えー、主席でもあり、えー、ビリだったのよっていう話を聞いたかと思えば、テレビでは、いや、学生がいっぱい <laughs> いましたという話を聞いて、マスウェイ君はなんか、嘘つく人なんだなっていうことに、えー、気づいてましたっていうね。で、ここね、マスウェイ君のね、問題意識は、国政復帰説のある、 えー、小池くんに対して松添くんは、国政に戻って外交なんかやれるわけないですよ。ね。エジプトに頭上がらないわけですから。はい。この問題意識が小島さんと同じだよね。で、国政に戻って外交やる場合は、まあ、外務大臣か首相かな、あの、外交やる人ね。で、その他国にね、 弱みを握られて、えー、コり子くんの場合は、こういうエジプトに弱みを握られて、頭が上がらないね、こういう人が外交をやったらどうなりますかっていうね、その問題は、あのだから負い目があるんだよね。ある一つの国に負い目があるということは、外交できませんよとね、まあ、そういうエクははっきり言っています。で、彼女が国政に出て、外務大臣かなんかになったときに、エジプトがあなたは学生の時に、 偽造してあげたじゃないですか <laughs> これちょっとダイレクトだね学生の時に卒業証書偽造してあげたじゃないですかとねちょっと笑っちゃうでだからもうちょっと援助よこしなさいエジプトに援助よこしなさいあなた立場上できるでしょってね言われた時に断れるのかということですあやべえ私偽造してもらってるから断れないわかりました おりえ何十億とか何兆とかさえ、なっちゃうかもしれないよね。で、都知事は持つけれど、これはどうなんだ、都知事は持つけど、国政はこの問題がある限り無理だと私は見ます。うん、都知事も <laughs>、うん、持つけどね、うんと、都知事も大問題だと思うけれどね、だって、 権力者でしょ、都知事って外国政府から見て、すごい予算を動かしてる人なわけでしょ。<laughs> だから、都知事もまずいと思うけれど、国政は、うん、まずいよね、国政もね。はい。これはね、わかりやすいですよね。うん、外交なんかね、あの、ある国に弱みを握,握られている人が、外交なんかやったら、ね、 もっと援助をよこしなさいと言われて断れますかとね。で、小島さんも同じことを言ってたね。あの、小島さんの表現はちょっと違ってたかな。あの身分を、総理とか知事の身分の失職するかどうかをね、それを外国人政府に握られている人がね、 あのー、いや知事とか総理をやっていることは、その国益上、とても問題であるとまあ、同じことをね。舛添君と同じことを小島さんも言っていたなということはね。はいえー。この舛添君の説明がね。分かりやすかったです。今日はちゃんと,と大丈夫かな？音入ってるかな？<laughs> <laughs> はいえー、29分やってる。はい。またやります。では、また。バイバーイ。